始まりました。桜井とあの猛烈トラベルということで、現在宮城県仙台駅に来ております。まあね、オープニング見ていただいたら分かると思うんですけど、はい、新幹線乗り遅れまして、その後接続する北上線に乗れませんでした。はぁ、あ、2回目だよこれ。ふざけんなよ、一月で2回もやることじゃねえんだよ。一月で2回もローカル線遅れるわけじゃないんだよ、もう。で、この後このね、新幹線の手配がしてあるんですよ。19時10分秋田発っていう新幹線、秋田での滞在時間わずか4分で帰ります。俺は何しに秋田行くんだろう。マジか。はい、ということでどうしましょうかね。15時何分かの新幹線乗ればいいみたいなんで、まあ、仙台観光なりなんかしていきましょう。ということで、レッツゴー。はい、ということで、乗り遅れてしまったので、新幹線乗ってちょっと遊びに行ってきます。ちょっとその詳細については、その最寄り駅で、そのそれを見てから、それをね、遊んでから発表して、まあ、詳しく言いたいと思います。やっぱ E5 はブレーキパッド強いですね。これ E6 ついてないよね。めっちゃ人乗りますね。やばいっす、かっけー。そう、魔法の切符があるからね、乗り遅れてもね、まあ問題はないんですよ一応。あ、でもね、少しちょっと乗るんですけど、距離的には。まあだけど、まあ一応なしでも大丈夫なんで、あの立石で乗っていきたいと思います。ドアが閉まります。はい、ということで東京方面に向かって新幹線乗っていきます。ですね、今乗ってる列車やまびこ62号でしたかな、確か東京行きの列車なんですが、これを福島までちょっと乗っていきます。で、今下でね、駅員さんに聞いたら、白石蔵王の方が通過はね効率よく見られますよって教えていただいたんですけど、だから白石蔵王に行こうと思ったんですけど、ちょっとね聞いたんです。それで、このね、今この乗っている新幹線の運転士さんが仙台で交代されて運転されてるんですけど、この仙台で交代される運転士さんに、入る結構前にねいらっしゃったんで、すいませんって、はやぶさ号って白石蔵王で320運転になりますかっていう、もうねちょっと気持ち悪いことを聞いたら、優しくね笑顔で、あ、ならないんですよ、そこ情報かかっててって教えていただいて、福島ならなりますかって聞いたら、あ、福島なら320になりますよって教えていただいたんで、先行する山彦号に乗って、福島へ直行します。すげえ、新幹線の高架線だこれね。ちょうど中間ぐらいの号車乗ってっからね、後ろも前も見えないんですよね、残念ながら。そう、高架線だけ見えるんですよね。まあ、仙台にもね、新幹線見やすいね、ちょっとすごい場所とかもあるっていうのを知っているので、まあ、そういうところとかもご紹介できたらいいなと思っております。ということで行ってみよう。かわいい。あ、いや、マジ一瞬で名取まで来たわ。はい、宮城県白石蔵王駅到着いたします。2面2線のホーム、中に通過線があります。やまびこ号でも320キロ出すことってあるんですね。まあ、これ、まあ、早草から逃げてるんで、やっぱ同じぐらいのスペックというか戦いを挑まないと、道開けられませんからね。
はい、ということで到着いたしました福島です。いや、なんで立て構図やないでね。まあそれはね、お察しください。まもなくはやぶさ小町、33号ですか、すぐピャン来ますからね。もうまばたき1回してる間にいなくなりますから。万が一新幹線早駒がすごいスピードで通過したとしても、僕絶対騒がないんで、もう皆さん安心して見ていてください。うわっとか言えないんでね、絶対安心してください。来た すげえ、320の風だやっぱ。うわ、すげえ。はい、ということで、はやぶさ小町号の通過をご覧いただきました。ちょっとね、この速さが多分ね、うるさいやつでしかわからないと思うので、実際にどれぐらい違うのかっていうのを栃木県、小山駅で撮影したはやぶさ小町号の通過の映像と、ここ福島県福島駅で撮影したはやぶさ小町号の通過の映像、どちらも東京方面行きの映像、これ見比べていただければ速さが違いが分かるかと思います。それではそちらの映像をご覧ください。どうぞ。僕は言えないんでね、絶対安心してください。320キロ。はい、ということでご覧いただきました。いや、すごかったですよね。全然違いますよね。ちょっとうあの僕のうるささも多分違ったと思うんですけど、僕お前のうるささが10で、インパクトのがね、ゼロだって言われたらちょっと元も子なくて申し訳なかったんですけど、早かったですね。ということで、反対側の多分通過列車とかはないと思うので、まあ、それとかも一応確認しつつ、一回ね、改札出てまた仙台方向に戻りたいと思います。列車は福島駅を出発、福島駅からまた北の方向へ進んでいきます。はい、山形新幹線はあっち行ったやつですね。高いところから行ってる、あれが高架線からのがアプローチ線です。列車は仙台のカーブエリアを抜け、どんどん加速していきます。時速が250キロを超えました。現在運休していた線路、この線路は新幹線総合車両センターにつながる線路です。このセンターは、宮城県岐阜のところにある新幹線の車両基地で、 JR 東日本に在籍する全ての新幹線が検査を受ける工場となっております。 JR 東日本の工場の中で最も大きい工場となります。新幹線のですね。なのでアルファ X やイーストアイなどのいわゆる特別な新幹線、レアな新幹線っていうのもここに止まっていることが多いです。はい、ということで到着いたしました栗駒高原です。当駅ではやぶさの通過待ち見ていきたいと思います。ご注意ください。ということで、この栗駒高原で320キロのはやぶさ号通過見ていきたいと思います。はや駒です。はや駒って、おめっちゃいいよんあるやん、めっちゃいいよん、めっちゃいいよんあるやん、なんかすげえマッチョみたいな日本語になっちゃってるけど、いやすげえすげえ。じゃあね、ここで撮影しましょうか。こっち、そっちの方がいいかな、柵が低い方がいい、ちょっと。じゃあこっちで撮影しましょう。ここで撮影します。電車が通過します。
はい、ということで、間もなく仙台を十数分後に出てきたはやぶさ小町号が当駅栗駒高原駅を通過いたします。で、撮影の状況なんですけど、こんな感じ、手伸ばしてサクサ割れるかぐらいの距離、しっかり距離を取って撮影しています。で、手はね、上ちょっと、怖っこのシーンも先ほどと同様に YouTube ショートにアップをする予定。この動画はもうしてありますので、見たことがある方もいらっしゃるかもしれません。はい、ということで、反対側のホームですね、やまびこ東京行きの列車が入線してまいりました。でもね、案内放送がかかっている、接近放送がかかっている通り、こちらの盛岡行きのやまびこ号も間もなく入線いたします。栗駒高原駅に到着してから約1時間、本当に飽きることなくね、はやぶさの通過を2本と、まああとはイオン行ったり買い物とかちょっとしていました。この20メーター、15メーターかある花、すごい長いですよね。もうすぐ僕たちの列車も入ると思います。この山彦号、次の古川で抜かれるんですよね、確か。あれ違ったかな、これは抜かれないか、ごめんなさい、違います、ごめんなさい。これ、福島まで逃げ切らなきゃいけないんですよ、はやぶさから。なんだけど、ちょっと遅れちゃってるから、はやぶさに迷惑かけないために頑張ってます。こっちはなかなか接近放送かかってから来ませんね。あ、来てる来てる。はい、ということで、やまびこ63号盛岡行きの列車乗っていきましょう。次の一ノ関で、はやぶさ小町号の待避を行います。じゃあとりあえずそのはやぶさ小町号の待避やった後、あの8号車にオフィスワーク車両っていうのがあるんで、ちょっとそこ行ってみましょうか。多分空いてると思うんで、だからこれは自由席でも指定席でも利用していいみたいなことをさっきの列車では言ってました。お、32分、お、着いた。おお、いないんですね。いや、すごくないですかこれ。お、もう鳴った、乗ります。ちょっと車内回すだけにいかないので、ということで以上栗駒高原駅でした。それでは乗ってきます。隣の一ノ関駅に到着。後続のはやぶさ小町号の待避を行います。もう河川がバウンドしてるからね、ここ。うわー来た予想外の風ね。はい、ということで戻って乗りましょう。
やまびこ63号に乗りまして北上駅に到着いたしました。ということで急いで乗り換えていきます。うわ最悪だ、嫌な予感しかしない。新幹線ホームで最悪って言ってたのは、そう新幹線ホームからこの北上線の車両が見えた時にすっごい車内に人がいて、うわ混んでるなっていうのを思って最悪って言いました。結構ねこれ乗車時間があるのでちょっと座れないとね辛いなっていう感じですね。でこの動画はねここら辺でそろそろお別れさせていただきたいなと思います。この動画はここまで、ご視聴いただきましてありがとうございました。